初代バース公爵、トマス・シンは、イギリスの政治家、貴族。大ピットから、ノース教までの内閣において、国務大臣を務めた。1734年9月13日に、第2代はエーマス子爵トマス・シンとその妻、ルイーザ・シン、第2代、グランビル伯爵ジョン・カートレットの娘の間の、長男として生まれる。1751年1月12日に、父の死により、 第3代ウェーマス施策位を継承した。ケンブリッジ大学セントジョン・カレッジへ進学し、1753年にマスター・オブ・アーツの学位を取得。1760年から1763年まで進出自住居。1763年から1765年まで種名頭を務めた。1765年4月から7月にかけて、 アイルランド総督に就任しているが、アイルランドへ赴くことはなかった。1765年5月29日に、数密顧問官に列する。1768年1月から10月にかけて、初代チャタム伯爵、ウィリアム・ピットを首相とする内閣で、北部担当国務大臣に就任し、ジョン・ウィルクス事件の処理とそれに伴う、ミドルセックス選挙区の選挙を迅速に実施した。 この際に彼はウィルクスから誹謗を受けたが、それによってウィルクスは、庶民院から除籍されている。1768年10月に成立した第三大グラフトン、公爵オーガスタスフィッツロイの内閣と続く1770年1月に成立したノース卿フレデリック・ノースの内閣においては、南部担当国務大臣に就任したが、スペインとの間に、 オークランド諸島危機が起こる中の1770年12月に辞職した。1775年12月に再度ノース協内閣の南部担当国務大臣に任命された。1779年中には数ヶ月だけ北部担当国務大臣も兼務したが同年秋に両職と文字した。1775年3月から11月に かけてと1782年から1796年にかけてグローム・オブ・ザ・ストールの地位にあった。1789年8月18日にグレート・ブリテン貴族爵位バース公爵に助せられた。1796年11月19日にロンドンのセント・ジョージ・ハノーバー広場のアーリ・イントン通りで死去した。爵位は長男トマス・シンが継承した。 また初代バース校の弟、ヘンリー・カートレットは、初代バース校のヤンガーサムを特別継承者とする、規定を付けられたカートレット男爵位を与えられており、1826年にヘンリー・カートレットが死去すると、初代バース校の次男ジョージ・シンが2代、カートレット男爵、ついで三男ジョン・シンが3代カートレット男爵位を継承している。1751年1月12日に、父、 トマス・シンが死去したことにより、以下の爵位、順段爵位を継承した。1789年8月18日に、以下の爵位を新規にノブされた。1759年3月22日に、第二代ポートランド公爵ウィリアム・ベンティンクの娘、エリザベス・キャベンディッシュ・ベンティンクと結婚。彼女との間に、以下の子供らを設けた。ありがとうございます。